はいどうも、年貢シューターと申します。今回もですね、信長の野望新生ゲーム実況をやってまいろうと思います。タイトルにあります通り、今回はですね、桶狭間の戦いシナリオ、そして足利義輝ですね、なんと同盟が11、同盟関係11勢力同盟ってむちゃくちゃでしょ。まあ、むちゃくちゃ簡単に見えるかもわかんないですけども、これはですね、隣にですね、もう三好が迫っておりますね。三好が迫って、イベントそのまま進めますと、まあ、もちろんイベントそのまま進めてまいりますけども、信長が今川義元を破ってしまう。この今川義元の上洛って実は、足利義輝にとっては、ものすごく良かったことかもしれないなと思うんですよね。それって今川家って同族なんで、同じ源氏系のですね、足利と同じ一門同族でございましたんで、ここに義元が入るというのは大きな意味があったと、三好の勢力を一掃できたかもしれないというところで信長が破ってしまったという感じになるわけですね。なんちゅうことしてくれんねんというふうにですね、言ったところ、まず三好を破り、そして余計なことした織田も征伐という感じでやってまいりたいですね。で、この機内のわちゃわちゃした感じ、なかなかね、面白いと思いますので、楽しみにしておりますところ、さあどうなりますでしょうか。天下をつかむ。はい、イベントの背景的には、義輝は、三好長慶の先見を前に意欲を失っていた。そういう感じですね。で、大内に代わり中国の覇者となった毛利元就、大友家、天子家とも敵を抱えていると。そして、北条武田、長尾景虎に対し戦っているという感じですね、関東は。義元はこれから死にますと。はい。そういう簡単な背景ですね。ごく簡単で分かりやすかったと思います。さあ、さてさて、どれくらい同盟がいるか。まずこれですね、六角。六角がまだ大きいな。いいな。頼もしい六角。で、六角と朝倉。で、朝倉とここら辺は若狭武田、一式ですね。一式も、そっか。一式家で独立してる一式があるんだ。いう感じですね。で、赤松。あとは、雨子。ここら辺遠すぎるな。で、山名もか。で、機内では、河内畠山。これも源氏ですね。んで、石山ごぼうの本願寺。本願寺すぐやられちゃいそうだな。頑張ってほしい。あと、長尾ですね。長尾も遠いな。これ全部はさ、やってらんないじゃないですか。神前とか。金めちゃめちゃ減るじゃないですか。これ、どうやって判断していくかですね。まあ、一応、長いは長いですよね。36ヶ月とか、24ヶ月とかあるから、まだ考える時間はありますね。で、今一度、武将チェック。二条五所からですね。武将。義輝。はい。クボーのタッチ。金色持ってますね。素晴らしい。金色。兵力減少、防御低下。で、攻勢持ってますんで攻撃力が上がる。なかなかね、強そうですね。将軍は。で、官位。小一味。征夷大将軍。持っております。これ、萎縮でブルブルしちゃって敵ね、半分ぐらいにパラメータ下がんないかな。で、楠木正東らがいますね。楠木氏を自称しています。松江。楠木正成の松江を自称しております。これは政務が高い。優質とかね、やってましたから。で、能弁持ってる。で、先方もまあ、同州地か。なるほど。で、ボンクラじゃねえやつはいないのか、ボンクラじゃねえやつは。いや、どっからどう見てもなんか戦えないな。統率は皆低い。なるほど。俺が腐敗した幕府というものか。昇龍寺。
こちらの武将。三つ淵の兄弟ですね。俺は藤鷹の方を城主にするべきだと思いますが、まだ足軽大将ですね。そういうことになっている。で、くつき谷城ですね。はい、ここは、京極高次が城主。なんだこれ、ボンクラ城だな。俺はひどいボンクラ城だ、これ。これ誰がやったってボンクラじゃないか、これ。これどうしようもないじゃないか、これ。まだ細川晴元がやった方がまだいいですね。同士打ちですね。同士打ちを持っている。初手、まず、内政。浄化施設、米問屋行きましょうか。初手、米問屋。よしてる。決定。あとは、軍開発ですね。これやっていきましょう。まあ、二条城はね、とにかく、あ、もうお金ないか。二条城とにかく大きいですからね。さあ、どうなるか。お！よろしいですか？これ次から次へと金持ってくんじゃないか、これ。たまんねえな。将軍たまんねえな、これ。そうでもないんか。みんながみんな持ってくるわけじゃない。で、初手もう攻めちゃってもいいんじゃないの、これ。何が出るの？晴天の霹靂というべき。晴天の霹靂チックで信じられなぶる。それはまさに、はい、巡り巡って、ああ、世の一族の、世の一族の吉本を撃つというか、ああ、飛ばしましょう。吉本に代わり、氏真が当主を継承、桶狭間の戦い、松平家独立、という運びですね。許すな、信長を許すな、これ以上拡大させるな。奴は必ずこの幕府をないがしろにする。絶対許すな。さあ、米問屋。出来上がりましたね。で、風分。また増えていく。長宗我部家。国近の死。国近が死んで、元近に代替わり。はい。わかりました。これ、同盟結構多いから、どうしようかな。あれがどうなってんだろう、交渉。信用はゼロですよね。もちろんね。信用ゼロだから、代わりに攻めてもらえるのが全くできないということなんですよね。で、この筒井の方向は取っておきたい。筒井と、市議さんにあいつがいるでしょ？松永久秀。これをきっちりとですね、捕まえていきたい。特に久秀はですね、一発で捕まえられればいいんですけども、あ、そうだ、あれどうしよう。イベント一覧でですね、ちょっと見てみて。ですね、幕府滅亡イベントがあるんですよ。知ってますかね、皆さん。皆さんご存知でしょうか。ここら辺ですね、これ。A6 の辺。これ向こうになってますね。これね、起きちゃうと、義輝死亡、義明行方くらます。足利家滅亡で三好家に加入ってなっちゃってるんですよ。これをですね、あえて有効にしておいて、ゲームオーバーのフラグにしちゃうという感じですね。だからこれを避けるゲームやっていこうと思うんですよ。これを避けるにはですね、条件。イベント日本の副王を発生させない。そのために、三好三人衆とか、松永とか、ここら辺をね、殺しておけばいいんですよね。それが難しいと思うんですけど、まあ、三好を倒してしまえば、まず発生しないというところ。これでですね、やっていきたいなと思いますね。だから三好を倒せなかったら、ゲームオーバーというゲーム性で、楽しんでいこうかなと思いますね。もうそこはですね、もう、ぬくぬくとですね、内政なんかやってられない。どうしようかなと思ってますね。ちょっとずつ兵を残して、まあ、筒井方面行くかどうか、っていうところなんですが。市議さんも直で行けんのかな？あ、ちょっと筒井をまたぐか。まずこの市議さん落としたいですよね。ここ、分断されてるうちに、落としておきたい。まあ、その前にですね、
まず知っとかなきゃいけないのが、三好の維新355。これをですな、仲介できる勢力、同盟内に、北畠同盟じゃないのか。北畠同盟じゃない。六角が70。で、朝倉が420。朝倉はいける。ね。朝倉いける。長尾は相変わらず全然ないんですよね。長尾ない。天子ない。赤松15。朝倉にだから、神前を入れざるを得ないんですね。朝倉にあんまり神前ね、入れなくてもいいかなって気がしてたんですけど、仲介のこと考えると、朝倉は入れておかないといけない。なかなか難しい世の中でございますな。まずこれ40、溜まりそうなところですね。そこで動きましょう。カウンターね、当てられてなんか攻め込まれるのもう目に見えてるんで、きっとね。どうせそうなるでしょうよ。で、三好と、あとは浅井か。ここ以外に攻めるとこなしっていう感じですよね。まあ、でもこの同盟の間のところに住んでる、つついですね。この大和を取ってしまいたいですよね。どう見ても。まあ、あと三好にね、初手で勝てるかっていう。いや、厳しいよな。三好だってここまでいるから、1万ぐらいの動員は軽くやってくるんで、ちょっと厳しいですね。ちょっと時を進めましょう。申し訳もありません。お、ちょっと待って。楠木正成を、早速なんかたぶらかしてきよった。どうにかできないかな、これ。うちの楠木をたぶらかすって。ほら、7だって。これどうしよう。たぶらかされちゃって。茶器とかないかな、茶器。人事、ああ、何もないか。あれは役職あげても、役職あげらんないか、人に。自分とこの人に。役職あげらんないんだよな。で、有効より上ありましたっけ？役職あげたいんだけど。あ、こういう同盟外勢力じゃないとダメか。これどうだろう？三好に、なんかあげちゃって。でも敵手は敵手のままか。どうなんだろう。高いやつとかあげてみたら。あ、有効20ヶ月になるよ。ただ、維新めちゃめちゃ上がるやん。これ、こんなんダメだ、こんなの。維新めちゃ上がるのダメだわ。阿波守護にして405。ギリだもんな。これで有効10ヶ月か。ああ。それどうだ、それありなのかな。一旦上げちゃう。10ヶ月。ちょ、やってみますか、それ。失敗すると、あっという間に朝倉が抜かれて、もう、機関棒になっちゃうけど。まさに、三好の機関棒が出来上がっちゃうけど、あ、やばい。なんか変なフラグ立てた。三好機関棒フラグで立てちゃったかもしんない。お、楠木正成、寝返った。何？これだってどうもやりようがなかったもんな。これはもう決まってたのか。家宝だって買えないし。どうしたらよかったんだろう。もうこれは規定路線だったとしか思えない。うちの正虎が取られた。世を捨てて三好に走ったか。さあ、ではですね。行ってみましょうか。もう39。朝倉信用溜まってますし。まあ、とりあえず三好は有効なんで。10ヶ月間。三好は有効。ということで、攻めてきづらいでしょう。今のうちだ。今のうちにやってやりましょう。筒井城へ攻め込むのだ。この将軍直々に
攻め込んで参ろうではないか。今が動くべき時ぞ。でもさすがにちょっとだけ兵は残しておこう。うん、全部は連れていかない、さすがに。よし、これでいきましょう。国衆込み5部隊ね、これできっちり勲功ももらっていきましょう。さあ行くんだ。出てきたな。よし、ここは直前でアイドリングストップ。さあやってくるか。動くやないか三好、動くやないか。ちょっと待て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 、え、これもう足してる？仲介、仲介用まだ足してない。39。とりあえず1ヶ月はしのぐしかないの。まず六角防衛、昇龍寺1万でしょ。でも相手1万だったな。いやーでも1万守るの厳しいやな。で若狭武田、あ、これ従属効くんだ。んー、どうしようかな。従属とりあえずさせるか。従属をとりあえずさせた上で防衛を出させるというね。これでよかろう。よろしい。はい、触りなし。あとはないやろ、繋がってないもん。あ、一式も従属できる。家を守るため致し方なし。いいぞ。で朝倉出せない、となるとどこも出せないわ。本願寺出せない、畠山出せない。はい、とりあえず時間稼ぎだな。時間稼ごう。戦となる。うん、でもすぐ当たる。これすぐ当たりそうだね。え、一応450残してるけど大丈夫かな。三好長慶本体なんだけど、これで片や合戦になる、ところ。さあ始めようか。4-2なら勝てるやろ。とりあえずここ合戦入れよう。采配。さあ厳しい戦いになってまいりました厳しいな、めっちゃ厳しいやんこれ。まあ時間稼ぎだ、時間稼ぎ。さあちっちゃいマップですね。回線、これはこれでちょっとやりづらい。みんな王道たる働きを見せよ。今こそ狙い時だ。やりたい、前へ出よ。一番やりかましていって、ここを止められないね。うん、ここを止められなくてちょっとどうしようかなという感じですね。お指図願えますか。もう一人二人後ろに回したいところ。さあ強撃をかけてこれでやっていきましょう。そうそう、出ないか。足鈍ってるぞ将軍、足鈍ってる。早く出して。ああ、混乱出された。筒井にさあ出た。これで飛ぶんじゃないか。不謀の太刀叩き出る成敗。465でてん、成敗してやったわ。壊滅。さあここでですね、残り2200、ちょっと回復してからどうしてやろうか。なんか引っ張れなそうな気がしてならない。さあこの手で行こうかなっていう感じですね。いけるかな。強撃と挟み込めているのか、いってるのかな。これ先手入ってるのかな。微妙なところで、やってるうちに軒口を破壊したい。兵力は優位。さあどうですか。出た、成敗、叩き切る。チャキン、見えたか今の居合切りを。居合切りや居合抜きを見えたか。さあどうしようか。今が動くべき時。ちょっともう解いていいかな。わしの軍略、
解いていこう。撤退。さあ全員撤退で終わりかな。壊滅させて撤退ですね。とりあえずこれで筒井は割と片付いたかなっていう感じですけども、勝ち年どうでしょう。三好がどうなるか、まあ仲介聞けばねいいんですけどね。てかあの本当あれいらなかったな、守護をあげたの本当いらなかったな。何が有効なのかということになりましたね。お、アマゴだ。よろしいですかな。金くれるらしい。ありがてえ。はい、というわけで初回ですね。三好にちょっとね、甘い汁吸わせようとしたら、もっと吸いに来たというですね、どうしようもねえやつですね、三好はね。いや、ほんとこいつをね、やっぱ成敗してやらないと、幕府が危ないっていうか、もう幕府は倒れてるんだけど、幕府が再興できないというところが分かりましたね。さてこの後どうなるか、三好を成敗できるのか。チャンネル登録、そしてグッドボタン、グググググッと押しちゃってください。 Twitter フォローは概要欄です。それじゃみんな、またごー。